動画をご覧いただきありがとうございます。中島元気です。今回はヤフオクガイドライン違反を指摘されたらその対処法はという内容で動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。ヤフオクに限らず取引をしているといろんなトラブルに遭います。経験を積んで 取引が多くなればなるほど確率上がっていくのでまあしがないといえば仕方がないんですけれどもでも実際起こってみると本当に嫌に嫌なりますよね。今回ご紹介する僕,僕が経験したその内容なんですけれどもえー、あるメッセージがヤフオクから届いたんです。内容は、ある出品者から、 あなたの出品している商品はヤフオクのガイドラインに違反しているという指摘がありましたよっていう内容だったんですね。正直びっくりして、ヤフオクを始めたばかりの時だったので、余計びっくりしたんですね。でも、どう考えても違反してるとは思えなかったんですよ。でも、どうしたらいいかわからなくて、よ よく調べてみたんですそうしましたらこういったメッセージが届いた時点では本当に違反しているかしていないかそれがわからないんですね。えー、しかも、えー、出品者からの嫌がらせだったりするんですよ。そういう可能性もあるらしくて。なので こういったメッセージが届いた場合は本当にそれが事実なのかってことを冷静に考える必要があります今回お話した例の場合最終的にその判断はヤフオクに委ねられることになりますその違反をしているかしていないかってことですねなので 違反していないといなとう確信があれば出品し続けても,大丈夫ですもしそうでなければ削除するなどの処理をするということになります僕はこの違反報告された商品は無事売れましたしアカウントに影響はありませんでしたなのでこのようなことがあった場合は焦らず冷静に自分で判断するようにしてください 今回は以上となります。参考にしてみてください。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。失礼します。